野崎チャンネルジョン、こんにちは。さあ今日はですね、年始初めての撮影です。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。動画ではもう、動画上はね、もう正午からね、正午じゃない、1日、1月1日ね、きっちりね、今年も出てね。そうですね、順位予想、はい、世間をざわざわざわつかしてますよ。はい、私もなんかコメント欄とかでいろいろ言われてました。お、よかったじゃん。いろいろ言われるようになってから初めて一人前だからな、はい、そうですね。批判されないようなやつはね、うん、一人前じゃないんだよ。そうですね、うん、自分の意見を持って言ってるからこそ言われるわけですね。そうそうそう、うん、だから今年のね、中村さんの目標は守りの盾を置こう。守りの盾を置く、ちょっと守りすぎてる部分あるから。まだ、いやいや、そんなことないですよ。盾を置こう。ちょっとなんかね、アナウンサーキャスター気質がね、抜け切れてる。やっぱこのね、平等に扱いながらっていうね、はい、キャラが、そういうのは佐々木ちゃんにいらないんだよ。それはもうプロ野球ニュースとか、はい、ね、それはスポナビとか、はい、そういうとこでは平等な立ち位置、はい、ね、それはもうあの MC として任せられてるから必要だと思うけど、はい、うん、そうですね、これ佐々木ちゃんにいらないのよ、そういうの。え、でもあの、私頑張って平等にやってるつもりなのに。いや、平等いらないの、もう。はい、あの、やってるつもりは。でも、あの、どこどこが嫌いだとか、うん、楽天がなったら熱すぎるとか言ったらいいじゃん。言われるんですよ。熱くて何が悪いんや。ファンなんだからしょうがないじゃんって、うん、他の11球団なんて大嫌いなんだよって言ってやればいいじゃん。嫌いじゃないもん。あの、佐藤さんもよく言ってるじゃないですか、嫌いとかないんですよ。俺別に好きもないからね、うん、私好きはありますけど。だから嫌いもあるんでしょ。嫌いはないですよ。じゃあ好きと他は何、興味ない。好きとよりなんかこう思い入れがあるみたいになっちゃう。大好きみたいな。そうそう、大好き。じゃあ今日一つ今思いついたんですけど、はい、大好きっていう中山秀ちゃんとか、はい、あの飯島直子さんとか松本明子さんがやってる番組知ってますよ、はい、知らない。知らない、平成の。そうやん、はい、知らないですね。知らないです。 CM に行くときに大好きっていう、はい、でそれで CM に行くの。へえ、それちょっとやってもらっていいですか。どういうことですか。見本見せてください、どういうふうに大好きっていうのか。その大好きって普通にもう気持ち込めて、そのカメラ目線で言うだけなの、はい、でそれで CM に行くんで。佐藤さん、まずちょっと新年一発なの見せてくださいよ。いやいや、それは女の人がやるの。え、そうなんですか。そうそうそう、男性やるんですか。そうそう、男性やんないの、うん、だからそれちょっと新年一発目、いや、それであの、はい、ちょっと CM 入るんで。 CM 入るんですか、うん。これ何の意味があって私大好き言うんですか。いや、まあ大好きっていうやつで思い出したってことですか。そう、インスピレーションもちょっと来て、あ、それちょっとやろうと思って、こうちょっとこれ、こうちょっとこう振り返って大好きみたいな。今の使ってください。今の、そう、そういうやつちょっとやって。今の使ってくださいよ。そう、それでテレレテレレって CM 入って、はい、もう一回帰ってくるから、それちょっとバージョン、ちょっと新年一発目で、あの、そんな袴田さん大好きファンに向けて。私は、いないよそんな人。いるいる、うん、やってやって。いる？こういう感じで。3、2、1、5。大好き。里崎チャンネル。今日の話はですね、はい、ポスティング問題っていうね、こちらですね、あ、まあ、あの年始にね、はい、あの1月、まあ、6日のね、まあ、ニュースでは、はい、千賀投手がね、ポスティングシステムへ巡り球団の対応を批判したと受け取られかねないツイートをしてね、うんうん、若干ちょっと炎上してたっていう、はい、で会議もう言葉で、うん、あの文字ですんのやめろって言われて、はい、であのインスタライブで言葉で説明してた。そうですね、文字は難しいのよ。そうですね、うん、あの思いのまま書いたらダメだからね、このどのニュアンスでも伝わる。しかもあの140文字だもんね、ツイッターって。ツイッターでそうなんですね。あれは難しいのよ、うん、だから本当にやりたい場合はあのメモ機能ってあるじゃん、うん、アプリに、はい、そのメモ機能にメモを書いて、あ、ずっとでスクショ取って、うん、それを貼り付けてやると140文字以上で伝わるから、はい、本気でやりたい時はそうやんなきゃいけない、うん、それをね、うん、やっちゃって、はい、なんか受け取り方によったらね、うん、勝ち負け気にしないでなんかもう投げてましたみたいな、うんうんうん、ちょっと思いがみたいな感じでね、うん、受け取られちゃって、そんなシーンじゃないけどね、はい、うん、でも難しいっていうところはあるけども、はい、まあね、昨年放送のドキュメンタリー番組で勝っても負けても感情が動かないという趣旨の発言をした背景を説明するの中で、うん、だからこれまあ聞き取り用によったらよ、うん、喜怒哀楽出さないで、はい、勝っても兜の緒を締めようで、うん、負けても引きずらないで、うん、常に安定したメンタリティで戦っていくっていうね、はい、ところを
にも取れるけどね、うん、勝っても何とも思わないのみたいなね、はい、取る人いるからね、うん、そう、まあ、そう思う人もいるっていうね、そう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 、うん、でそういう思う人の声の方が大きくなるからね、はい、この最近の日本社会 ね、うんうん、全世界かも分かんないけど、はい、で球団の対応をね明かしたと、うん、まあ、ポスティングは 5,6 年前からお願いしていて、それを断られるところまでは普通に理解してたんですが、そこからなぜダメなのかっていう話になった途端、時間が合わないとか忙しい理由で最終的にはミーティングすら行ってもらえず、それを言われた瞬間に何かが切れるものがあったと。それで勝っても負けても、この文字面これ出す方が誤解されるね。まあそうですね、うん、これもなんか気持ちも分からなくはないんですよ。やっぱりメジャーに行きたいっていう気持ちがさ、千賀投手は強いわけじゃないですか、うん、なのに、まあ、海外フェーゲンを取るしかもう方法はないって思った時、でもだからこれを、うん、が思って何かが切れて、勝って負けても感情が動かなくなったってなるから、そうそう、ね、何かが切れたって言っちゃったから、ね、この一文が、うん、あのそれを行ってもらえずって、このこれのね説明いらなかったね。球団が対応してくれなかったから、はい、あのもう勝って負けても何とも思わなくなりました、もうチームのために喜びませんみたいな感じになっちゃうと。あ、まあまあそうですね、うん、だから、うんうんうん、あのこう説明がダメだったね。そうですか、うん、だって俺がさっき言ったように勝って負けても、うん、勝っても兜の尾を締めて、うん、負けても引きずらずやるから、うん、勝って負けても感情を動かさないようにしてましたって言ったら、うん、思うけど、でもこれってそれを言いたいんじゃなくて、そう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 、言いたいじゃないですか、うんうん、でもこれを言うと、うん、ね、その後のみんなの批判につながっていく、はい、正直で、あの納得できないところはあったりせよ、でも理解をしているし、球団が選手を出したくないっていうのをむちゃくちゃ当たり前のことだと思ってる、だから別にそこに対して僕の中での話っていうのは自分の中で消化し終わってる、ポスティング無理ですよって話は数年前に終わっているとする一方みたいなね、うん、これは難しいね、うん、文字で説明するのは。まあそうですね、うん、まあでもよ、うん、じゃポスティング最近ね、やっぱりね、多くの人がやっぱ勘違いしてるのは、うん、まあ、ファンの人はね、うん、結構理解してる部分はあるんだけど、ポスティングは球団の全員あって行うシステムだから、うん、あの選手側があのポスティングしてくれないからどうのこうのって意見じゃない、意見、うん、言える立場でもないし、お願いすることは可能だと思うよ、はい、ポスティングでメジャー調整したいんですけど、ポスティング、させてもらえることは可能ですかっていう、ね、うんうんうん、どっちかっていうと低姿勢だよね、まあ、か上からポスティングしてほしいんだけど、うん、ダメだよね、うんうん、もう低姿勢で お願いベースだからね、まあ、そっか、だから権利じゃなくてただの球団の善意ってことですもんね。だから権利で言えば球団の権利だから、そっか、選手の権利じゃないわけ、うん、だから選手側はお願いしかないのよ、はい、でダメやって言われたら、なんでダメなんですか、言える立場じゃないね、うん、正直そうですね、まあ、言える立場でもないし、うん、その説明を球団側がする必要もない、そうか、うん、そもそもそうですね、球団の善意だから、うん、だってそれをするのがちょっと最近ね、うん、ポスティングで移籍があまりにも多いから、はい、日本は、うん、だから全体的に、うん、そのポスティングは当たり前感出てきてるっていう、え、6年やったらいけますよねみたいな、勝手に、うん、でみんながどんどんポスティングで行ってね、うん、でまあそれはメジャーでやりたいっていう気持ちはみんな多いかもわかんないけどね、はい、でもそれは別にこの一件に対しても別に千賀が悪いこともないけども、球団は1ミリも非はない、うん、別に説明する必要ないんちゃう、ダメやって言ったら終わりじゃない、まあ、それでいいわけですよね、うん、そうそう、うんうん、あのしかもソフトバンクっていうチームは、はい、その世界で一番強いチームを作るっていうコンセプトの中でチーム作りをしている中でよ、うん、FA 宣言でメジャー移籍するのはあれだけど、ポスティングで生かすっていうのは企業理念に反する、まあそうですよね、強い選手をなんでわざわざ出さなきゃいけないんだっていうね、なっちゃいますもんね、うん、だからあれですよね、吉田正尚選手とかこうポスティングとかありましたけど、うん、それもやっぱりオリックスの善意であって、そう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 、まあ、多分2連覇して活躍してくれたから、うん、まあ、希望に沿って出してあげるよっていうところなんでしょうね、うん、あったと思うよ、うん、であともう一つはそのポスティングと FA の一番の球団側の違いっていうのは、うん、FA っていうのは選手が FA 移籍した場合、うん、メジャーに移籍すると、国内だとね、はい、保証金とか人的保証っていうのはあるけども、うん、メジャーに移籍した場合は1円も球団にプラスは何もないんだよね、うん、はい、でもポスティングっていうのはメジャー間での移籍に対しての保証金をもらえるわけだよね、はい、入団するときに、うん、ということはお金が入るわけじゃん、うん、だから9年で海外 FA やと、はい、ってなったときに来年
この選手はアメリカに必ずメジャー移籍すると。あ、そうか。だったら1年前にポスティングしてお金もらおうっていう、ね、のもある、ね、というメリットが発生するわけよ、ね、うん、だからこのだからその多くの選手調べたら全員が全員じゃないだろうけども、うんうん、FA 取る前年にポスティングを許可している選手も多々いると思う。球団もね、うん、そしたらお金が入ってくるからね、はい、でもソフトバンクっていう球団収益で球団のその経費を賄えてる球団からすると別にお金なんていらないのよ。強いチームを作ることが大前提で資本とか資金は必要ないわけだから無理にポスティングしてそのメリットで球団のメリットでもあるお金をくださいが必要ないのよ、うんうん、そっか。だからいい選手には1年でも長く自分のチームにいてほしい、ね、いてほしいっていうだけで別に、うん、あのお金いりませんみたいな。だからそれは FA まで出してくれないよね、うん、だから、ね、巨人とソフトバンクはポスティング多分禁止なんだよね、うん、あ、そっか。そういう、なんかそういう感じでありますね。で山口がポスティングしたのは、うん、その FA でジャイアンツに入るときに、うん、ポスティングの約束があってのジャイアンツに入ってるからそのポスティングの約束を遂行するために、うん、ポスティングで移籍できたっていうのもあるし、なるほど。あとは入団してくるときに、うん、そのポスティングの話を、うん、が契約上入ってて、うん、なったらせざるを得なくなってくるけど、うん、千賀の場合は育成から入ってきてるから、はい、そんな契約できる状況じゃないから、ね、そうですね、うんうん、だからもう選手自分の権利の FA 権を海外 FA 権を取るしかなかったわけですよね。そう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 、だからその球団にはね、うん、そのだから多分話し合っても言うことないのよ球団側も。だもうダメしかないから。なんでダメなんですか。いやうちはポスティング認めてないんで。理由なんですか。いや認めてないんでっていう認めてないのに、うん、だからもう理由なんですかって言われたら、うん、あの世界一の球団を、うん、世界一のチームを作ることが企業理念だから、うん、いい選手は、自らの行為で出しませんしかないよね、うん、そうですね。そっか、うん、じゃあもう時間が合わないとかそういうのも球団としてはもう話し合う意味もなかったってことですよね、きっとね。だってその一手がないからね。だからずっと何年言い続けても、うん、だから出れないのよ、うん、でそれはなんでかっていうと選手の権利じゃないから、うん、だから毎年お願いでこの、うん、毎年お願いすることでもないしね。ダメやって言われたら終わりだから、まあ、そうですね、うんうん、もう1年頼んだらじゃあ変わるって言われたらもうソフトバンクの理念としては変わらないですもんね、っていう、うんうん、それが嫌なんだったらソフトバンクに入んないってことだ、はい、そうか、そうですよね、うん、巨人の上原さんとかもやっぱり、ね、そう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 、ポスティングできなくて、うん、みたいなね、結構ね長い間いましたもんね。だからもう、うん、FA を取っていけば、うん、FA っていうのは選手の権利だから、うん、FA 権を取っていけばいいわけで、うんうんうん、別にそれを権利は FA だからね、うんうん、ポスティングは選手の権利じゃないから ね、 そうですね。だからポスティングができるからできないからとか、あのチームはできるあのチームはできないとかっていうのを語るのももうナンセンスみたいな、うん、そうですね、うん、そうか。千賀投手も FA 権をもう取るっていうところをただただ目指したわけじゃないですか。だから、うんうん、だけど気持ちがそのだから他の選手が羨ましくなるからね。そうですね、うん、なることはなかったとかそういうふうに言っちゃったのが、まあ、ちょっと今回ありがたいですね、うん、そう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 、うん、でもやっぱりね、うんうん、一番選手側が理解しなきゃいけないのはポスティングっていうのは自分たちの権利じゃないんだよっていう。だからあのもう低姿勢でお願いベースでしかないから、うん、それを聞き入れられないからって、うん、それに対して感情を出すことはダメだね。ああなるほど、うんうん、そう、なんかすごい納得しました。それが嫌なんだったら、うん、自分で FA 取っていけばいいだけ、うん、もしくはもう入団するときに分かってんだから、うん、その球団に行っちゃダメ。そうですね、拒否しなきゃ。ジャイアンツとホークス、ちなみにロッテはどうなんですか。できるんですか。ロッテ、はい、ロッテ多分ポスティングできると思う。多分西岡はポスティングだもん。あー行ったの。そっか、うん、そっか、うん、できるけど、うん、ポスティングしてメジャー行くような選手がいない今いたじゃないですか西岡選手、ね、だから1人ね。だからそんな再三いない、うん。あ、そうですか、うん、うん、ポスティングしてみたいな。そっかそっか。で、今とか佐々木朗希とかでもね。そうですね。そう、メジャー何年後にポスティングでみたいなね、うん、で、この前の佐々木チャンネルでも、はい、まあ、優勝しないとポスティングは多分させてくれないよとかってもあるけども、うんうん、あのそもそも、うん、このもう世論もポスティングありきになってるじゃん、メジャー移籍が、うん、もうそれがダメだね、うん、ポスティングありきで、もうポスティングはご褒美みたいなもんだからね、球団側のもう善意でみたいな。そっか、でもやっぱ最近なんかこうポスティングで行って大型契約みたいなニュースをやっぱ見ると、うんうんうん、他の選手もやっぱあできるかもってね、うんうん、思っちゃいますよ、ね、当たり前になってくるじゃん、うん、俺らでも矢本とかもポスティングで行っちゃうんじゃないのみたいなね、はい、当たり前になってるけども、やっぱポスティングはね当たり前じゃないっていうことを改めなきゃいけないね、うん、でもあれですね、全員が
でも一人その、まあ、同じ球団でじゃあ吉田正尚選手をポスティング出しました、うん、そしたらじゃあ妹由伸投手はなんで吉田選手が良くて自分はダメなんですかってなるので、前例があるとやっぱりポスティングはしやすい球団にはなっちゃうかもしれないですね、うん、そうしたらもう契約事項であったんでっていうパターンもあるから、ね、入団時にとか入団時にそういう話を、そうだから要は1位とかで入ってくる選手たちは言えるけど、うん、そんな4位とか5位で入ってくる選手言えないじゃん。そっか、そうですね、うん、吉野部ともしくは入る時にいやあの、うん、こう来るじゃんね、うん、話1位とかだとね、うんうん、その時にいやあのポスティングを認めてくれない球団には行きたくないんで、うん、もし認められないんだったら指名しないでくださいって言えるか、うん、言えるじゃん。あ、そうですね、うん、だからその入団時のね駆け引きにもあるから、はい、あ、確かにそうです、ね、だから今一番理解しなきゃいけないのは、うん、あの2023年以降のドラフトで入団、うん、しかも上位で入団できる能力がある、もしくはその能力に行く可能性がある選手、うんうん、家族、今一番見なきゃいけない、はい、ドラフトの指名時にポスティング万が一してほしいんだったら、うん、入団時にポスティングの要件を満たしてくれないんだったら、うん、指名しないでくださいって言わなきゃいけない。ああ、なる。でもこう言える人の方が少ないですよね。ほとんどの人はあ、選んでもらえてありがとうってやっぱなるじゃないですか。だからそれをだから行けるようになる人って言ったじゃん。そうですね。いわゆるその大谷翔平選手とか1位とか1位でね、うん、1位で選ばれるような選手で競合されるようなってことですね。そうそうそう、高卒でも大卒でも社会人でも1位でもう選ばれるようなチームは、で競合があり得る人たちは言えんじゃない。だって別にいやうちポスティング大丈夫ですよっていう球団もあるわけだから。そうですね、うん、ってなったらそのあのポスティングダメなチームっていうのは取れなかったら戦力ダウンするから、うん、そこが考え方が何かするかも分かんないし、うん、別にあそんなんだったら別に他にもいい選手いるんでいりませんってなるかも分かんないし、これがよ全員が言い出してみ、うん、入団する、はい、ポスティングがあって100人ぐらい言い出してみ、うん、そしたらもう取らざるそれ容認するしかなくなる から、うん、だからそういうふうにやって変えていかないと、うん、無理だね。であとは選手会がね、うんFA を短縮するっていうところは言ってるけども、あまあもうこれはもう、12球団全員が OK しないとなも変わらない問題っていっぱいあるから、うん、それは FA9 年が短くなることは一生ない。だって巨人とかソフトバンクはダメですって言うじゃん、うん、ポスティング容認してないチームが FA 下げてもいいですよなんて言わないから、言わないですね。国内 FA は下げてもいいですけど、うん、海外 FA はダメですって絶対言うから、うん、はい、多分これ9年が短くなること、うん、一生ないと思う俺は。うわあ、そうなんだ、うん、だって下げる必要ないじゃん。だってポスティングがありな球団っていうのは、うん、別に9年でも関係ないわけよ、うんうん、ポスティングで出してあげるんだから、はい、別にこれは9年だろうが10年だろうが、うん、20年だろうが5年だろうが、あの別に長ければ長いほど自分たちのポスティングで売れるから収入が入ってくるわけだから、うん、はい、ポスティングを容認してるチームも下げてほしくないわけよ。そうですね、あの収入なく出ていかれちゃうからね、うん、でポスティング認めてないところっていうのはこれが10年とか15年の方がいいわけじゃん。そうですね、だから短くなることない、うん、だからポスティング認めてるチームも認めてないチームも、うん、9年から短くなることに対してのお互いのメリットが1ミリもないんだよ、うん、だから下がること絶対ない。だからもう一番はこう、うん、本当にメジャー行きたいんだったら、はい、高卒で入団して1年目からバリバリで年間150日の日程をクリアして、うんうん、9年やることだよ、うんうん、そしたら28歳とかで取れるから33枚で FA できるじゃん、うん、千賀投手だって今30とかですからね、うんうん、いい時期にでもいけてますよね、うん、いや本当に一番いいのはもう25、6ぐらいだよ。だ大谷選手ぐらいで行くのが一番、ね、そう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 、うんうん、まあでもまあそれでやるしかないね。だからポスティングはね、ポスティングでガタガタ言っちゃダメ。そうですね、それはもう球団の善意なんだから、ね、うん、はい、いや本当にポスティングを使いたいってもうビッグ選手になると大谷選手みたいな感じだったらもうそれを容認しないチームに入らないことってことですね、うん、そうだね、うん、うん、だそれがまあ大事だね、うん、はい、はい、ということで、はい、新年早々の動画はこんな感じです。はい。